このレッスンでは関数の引数が収められる arguments というオブジェクトとその使い方についてご説明します。今開いているのは m o d u l a Developer Network MDN のリファレンスの arguments の項目です。関数へ渡された引数に対応する配列のようなオブジェクト。配列のようなオブジェクトなんですけれども、まだこれではちょっとイメージが湧きませんね。実際に関数を書いて使ってみることにしましょう。 ドリミーバーで開いた HTML ドキュメントには、まだ何も JavaScript コードは書いていません。スクリプト要素に書いていくんですが、どんな関数を定めるのか、まず予定を書いてしまいましょう。こんな風に呼び出します。サムという関数。合計を取る関数なんですけれどね。この中に、うまく数字を順、順番でなくてもいいんですけど、どんどん羅列します。そしてその合計を取ってくれると。 そういう関数にしたいと思います。今回は結果が分かりやすいように連番で書いてますけどもちろんどんな数字でも結構です。数字でありさえすればそれを合計してくれる。そういう関数を定めたいと思います。これは予定なんで実際にでは書き始めます。ファンクションのサムですね。ちょっとカッコの中をどうするかはこの後としてとりあえず閉じます。さてこのカッコの中に今、 呼び出すときに10個の引数を加えているわけですから、じゃあ N0 からゼ、まあ、0からスタートすることがスクリプト、プログラムでは多いんですけど、こう順番に書いていく。まあ、書くのも大変ですし、いつも10個とは限らないですよね。2個しか足したくないときもあるし、20個足したいこともあります。10個しか足せない。常に10入れなくちゃいけないという関数は不便ですよね。引数の数がいくつでも 対応できるようにしたいというときに、アーギュメンツというオブジェクトが使えます。これは関数に引数を定めようが定めまいが、すべての引数を配列のようにして、アーギュメンツというオブジェクトが受け取ってしまうんですね。アーギュメンツです。複数ですので、S が入ります。で、これは配列とは厳密には違うんですけれど、配列と似た性質を持っています。例えば、 レングスというプロパティで引数いくつ受け取ったのかということが分かります。じゃあ受け取った個数を変数に入れときましょう。これで10個であれば10という数字が入ります。個数が何個であってもそれに対応した数字になるんですね。それからもう一つハイレスと同じようにできるのはアーギュメンツの中から0番目、1番目、2番目とインデックスを指定して1個ずつ取ってくることができます。 ということは、繰り返しとフォーループ、4分で全ての引数を順番に取ってくることができるということですね。0番目からスタートして、全部で何個あるかというのはカウントという変数に入れてあるわけですから、そしてカウンターの変数をカウントアップして、そしてこの中で取り出したいものは、アーギメントのハイレスと同じです。 カ括ドカッコでアクセスします。ブラケツという言い方もしますけどね。0だったら0なんですけど、4文の中に入れてますから、I 番目ということで、0から順番に、今回は10個あるんで、0からスタートしますから、ナンバー9までですね。インデックス9までの要素が取れます。で、あればもう完成は近いですね。最初に合計を入れる変数を設けておきます。トータルと。で、これは、 ゼロにししておきましょう。そうしたら順番に取り出したものをこのトータルに加算していけばいいということですね。すべての引数を加算し終えたらリターンで返します。返すのはトータルですね。これで合計が出せるということになります。確認のために予定として入れておいたこの呼び出しをコンソールドットログで 見てみることにしましまょう。コンソールドットログそしてカッコじですね一旦保存してブラウザーでプレビューしましょう JavaScript コンソールを表示しますそうすると551から10まで足せば55になりますからこれで計算は合っていますね このレッスンでは関数を呼び出したときに作られる引数を収めた arguments というオブジェクトについてご説明しました。arguments はハイレスと似た性質を持っていて、l e n g h プロパティで個数がわかりますし、あるいはブラケットアクセス、角括弧でインデックスを指定して引数を一つ一つ取ることができるということでした。